視聴者の皆さん、こんにちは。国際ニュースアイゼへようこそ。昨日お伝えしたように、アメリカのニュースサイト、アクシオスは、数年前から中国共産党の女性工作員がアメリカ会員に性的な誘惑をしていたという大スキャンダルを明らかにしました。今日はその内容について、もう少し詳しくお話しします。2011年にカリフォルニア州立大学のイーストベイキャンパスに入学した方法氏が、 選挙資金調達の豊富な人脈関係や個人的なカリスマ性などを利用して当選した会員や著名人との関係を築き、米全土の政界に急速に浸透していたことが1年に及ぶ調査で明らかになりました。彼女は少なくとも2人の市長と性的な関係や曖昧な関係を持っていました。報道によると、 最も接近するために努力したターゲットの一人は民主党カリフォルニア州連邦下院議員のスウォルウェル氏でした。方法氏は2012年にこのスウォルウェル氏と知り合いました。方法氏がスウォルウェル氏と出会ったのは2012年、若くて無名の市議会議員でしたが、彼は壮大な政治的野心を持っていました。方法氏は選挙運動のための資金調達を繰り返すことで、彼の出世を後押ししました。 その後、スウォルウェル氏はアメリカ議会のメンバーとなり、会員情報委員会に任命され、CIA の監視委員会の民主党主席議員を務め、そこで彼はアメリカトップ機密を握っています。この話は本当に設備が凍ります。中国共産党の浸透は本当にどこにでもあります。米会員少数派リーダーのマッカーシー氏は、なぜスウォルウェル氏のような人物が、 米情報機関のトップに入ることを許されたかについて、民主党議員とペロシ下院議長に質問しました。ペロシ氏は彼を情報委員会に入れたとき、中国共産党の女性工作員との曖昧な関係をすでに知っていたのか、この事例は中国共産党がアメリカの政治界に潜入するための努力を示すものであり、場合によってはその結果を培うのに数年、数十年もかかることさえあります。 いわゆる大物を釣るために長い糸を張ると言います。中国共産党は今日の市長や市議会議員が明日の知事や議員になる可能性があることを知っているからです。12月8日午前、四川省成都市で感染症が発生し、2日間で6例の新型コロナウイルス感染例が報告されました。中国共産党四川省委員会初期は、 全省が迅速に戦時状態に突入すると宣言しました。中国国営メディアの報道によると12月8日午前、中国共産党四川省委員会の法政華書記の主催で緊急会議が開かれ、全省に迅速に戦時状態に入ること、断固として電線を遮断することを求めました。地元メディアの報道によると12月8日、生都市で突発的な疫病が発生しました。 12月8日当日、生徒総流国際空港で140便以上が欠航になりました。今後数日間、約20の航空便が欠航する見通しです。公式発表によると、12月7日に診断されたロさんとチョさんはスーパースプレッダーで、8日に発生したすべての患者は彼らと密接な関係があると言います。ご省例の活動範囲は生徒市の4区に及びました。 そのため当局は関連レストラン、マンション、酒場などを訪れた人は PCR 検査を受けるように通知しました。現在、生徒市のいくつかの住宅地区は中リスク地区に指定されており、これらの住宅地区はすでに閉鎖されており、住宅地区の住民の移動は厳しく制限されています。生徒市の市民たちは自分たちが今年初めての武漢市民になることを恐れて、生徒からの脱出に追われています。 ネットユーザーが投稿した動画によると、高速道路では生徒市を離れる車がひっきりなしに出ていますが、生徒に入ってくる車は1台もありません。四川省に隣接する重慶市でも新たな感染者が見つかりました。重慶市では12月8日、住民1人が新型コロナウイルス感染症と診断され、当局は感染者の住む団地を直ちに閉鎖し、 多くの住民全員に PCR 検査を行いました。最近、アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとアフリカのモロッコの間の和平協定を仲介しました。アメリカ時間12月10日、トランプ大統領はツイッターで、イスラエルが北アフリカのモロッコと和平協定に合意したと発表しました。 今日私は西サハラに対するモロッコの主権を認める宣言に署名した。モロッコの真剣で信頼できる現実的な時事提案は、恒久的な平和と繁栄のための構成で長期的な解決策を提供する唯一の基礎である。と述べました。トランプ大統領は、今日のもう一つの歴史的な突破、我々の二つの偉大な友人、イスラエルとモロッコ王国は、 包括的な外交関係の自立に合意したこれは中東和平の重大な進展であると述べましたトランプ大統領はまたアメリカとモロッコの外交史を簡単に紹介し次のように書いていますモロッコは1777年にアメリカを承認した私たちは彼らの西サハラに対する主権を認める 今年8月13日から10月23日までのわずか3ヶ月の間に、イスラエルはアラブ首長国連邦、バーレーン、アフリカのスーダンと歴史的な和平協定を結びました。